どうも、こんばんちは、キヒトです。暴食の街、続きやっていきたいと思います。みんな、死んじまった。さあ、じゃあ、聖水を作りに行くんだよね。1M 化を。確か食器棚に手頃な瓶があったはず。その瓶に水と塩を入れましょう。食器棚。瓶あった。まずはこの瓶に水を入れましょう。瓶を手に入れた。水これでよし。次は塩を入れるのね。塩どこにあります？調味料お塩も入れたわ。これであとは祈るだけね。でも祈るってどうすればいいのかしら。ま、とりあえず、神よ、お母様とお父様を救いなさい。それで効果があるとは思えないんだ。よし、これでいいでしょう。さあ、あとは十字架を。足音が聞こえるぞ、お嬢。誰か来るわ。誰だ？お父様！今は逃げましょう。見つからないように。注意。今お父様に見つかると即ゲームオーバーになります。マジで。動作が重くなるので、ね、お父様の視界範囲は描写されません。おい！そんなみたいなこと言わないでよ。動作重くなるっつってもさ。お父様！テーブル越しにはお父様反応してないかな？多分。俺だって視界範囲の描写入れたぜ。ちゃんと自分で作ったとき。よかった。見つからずに済んだ。ただの化け物ならこんな風にコソコソしなくてもいいのに。お父様とお母様にと、取り付くなんて本当に腹立たしいわ。でも、あとは十字架さえ手に入れればこっちのものよ。確か十字架のついたネックレスをお母様は持っていたはず。さあ、お父様とお母様の部屋に向かいましょう。よし、行こう。2階？わおわお、超いっぱい来てる。この地区の生き残りがまだこんなにいたなんて。なんで私の家にみんな集まってくるのよ。私の家にずかずかと何様のつもりなのよ。目障りよ、愚民ども。消えてちょうだい。消えてちょうだい。これ、相手する必要あんの？下等生物が。アルベトス様もご乱心しちゃうよ。よし、下等生物が。あっけないわ。さすが組、私の敵じゃないわ。さあ、今度こそ十字架を取りに。おお、パピーマミー。お母様、お父様。銃声を引き継げ。いや、当たり前よ。あれだけ撃ったんだもの。とにかく急いでお父様とお母様の部屋へ。駆け抜けましょう。親父引っかかってるし。あった、十字架のネックレス。これか、これがあれば。でも本当にこんなもので。お父様、お母様。聞くのか、お嬢、それ。いいえ、やるしかないわ。聖水！お願い、お母様、お父様、墓地に戻ってちょうだい。
ああ、そんな。やっぱりこれではダメなの？なら他にどうすれば？やるしかねえ。あいつらもう人間じゃねえ。愚民が34匹。愚民が35匹。全然眠らないわ。本当に愚民は役立たずね。髪を下ろした姿、初めて見た。アイムお化け。なんか可愛いって言っちゃったな。お父様とお母様まだ起きてるかしら？二人の部屋へ行きましょう。ん？環境破壊は、そういう。まったくお父様はダメでざますね。ロザンナが眠くなるまでの間、話し相手になるなんて言っておいて。真っ先に眠ってるざます。わけわかんない寝言言うなのざます。いいのよ、お母様。とても父様らしいじゃない。私全然嫌じゃないわ。ん？そうざますか？え、だからこのまま寝かせてあげてちょうだい。ロザーナは本当にいい子ざますね。いいざます。あなたが眠たくなるまで。お母様がちゃんと起きて話し相手になるざます。それじゃあ今からお母様とっておきの面白い話をあなたに聞かせ。寝るの早っ！お母様？ 秒で眠ったよ、お母さん。あの日常は確かにつまらなくて退屈だった。でも、まあ戻るわけないよな。なぜ？どうして？私たちが何をしたというの？どうしてお父様とお母様が？どうすれば二人を救うことができたの？私は一体何を間違えたの？聖水を作るための祈り方がいけなかったの？それとも何をしても、やっぱり聖水なのではなく、ただの塩水だったから？それとも、奴らが悪魔なのではないから？いいえ、奴らが何なのかなんて、もうどうだっていいのよ。だって奴らはただの愚民。それ以外の事実は必要ない。たかが愚民の分際で、よくもお父様とお母様を許さないわ。殺す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 。残った愚民どもを血祭りにあげてやる。待ってなさい、この愚民が。 おお、一掃するんだ。絶対に殺す、絶対に殺すマン。行くしかねえな。リローディングだ。あ、待て、回復しよう。あいつだ。第1第2地区を今日一掃。第1第2地区ってマップ確かあったんだよな。敵がこっちいるよね。おお、超いっぱいいるな。やべえ、愚民どもがうじゃうじゃ嫌がるぜ。まずは愚民1位。いいぞ。愚民がまるでゴミのようだ。 OK、 あと1。オッケー、敵はいないよ。 見ろ、ゴミのようだ、愚民ども。 ここはもう一掃したね。あれは HP なのか。で、弾があって、こっち出口か。じゃあ左側か、自分家のこうか。よーし、あとグミは何匹だ？敵がいないね。あとこっちか。こっちだ、敵がいるよ。
みんなでもその形態は同じなんだね。変異してるゾンビになってる、なんか特殊なゾンビになってる人がはいないんだね。ハンターとかさ、リッカーとかさ、バイオでよく見る8系の変異様。当たってる。死ねグミンガオッケー。ようこそグラトリージェ大図書室館へ。まだいるね。オッケー、リロード。グミンガー、私のリロードの邪魔をするな。まだいるぞ。OK。敵いない。一層完了。あ、ここ、あれか。噴水のところに繋がってたんだ、これ。おお。弾リロード。いいね、弾落としたね。まあ無限にリロードできるんだけど、そこで。OK。はいはいはい。いいぞ。あと2体か。よし、あと1体。死ねえグミンガー、リロードだ。敵いないよ。中は入らないっぽいね。リロードします。左側の道多分あったよね。あ、こっち出口か。あとどこだ？こっち側は別になんもない。OK。噴水の広場、上。こっちか。まったくうじゃうじゃと。数が無駄に多い。オッケー。弾落としてほしいな。オッケー。弾はありがたい。はい、オッケー。はい、オッケー。はい。はい、オッケー。あとこっち側、2体かな。はい、来た。おう、リローディング。あ、まだいたわ。オッケー、敵いないよ。出発。この上、あ、ここは限界ね。一番ならそうだね。噴水の左側か右側か。こっちにも道がある。リロード。あ、あるね。ここだ。よし、オッケー。よし、オッケー、リロード。10発。
無限リロードゾーンが。愚民の数が多いな。大したことはないんだかな。まあ所詮愚民が何人集まろうが愚民よ、私の相手ではない。そういうことだ。ここは教会だって。まだいるな愚民が。おう、あぶね。いいよ。OK。お、グミンインストした。グミンどもの気配が消えた。ようやく。ようやく皆殺しにできたのね。でも、なぜかしら。嫌な予感がする。まだ終わりじゃない気がするわ。何？少し街の様子を見て回ろうかしら。なんだって？記録しておきまーす。街の様子が気になる。街の様子を見て回ろう。ここはあれか、あの裏側だね。リロードしたいね、とりあえず。弾が9発分ないから。リロードイン！教会とかはまあ入れないっぽいよね。ここは入れるようになるのかな？どうなんだろう。そういう感じではないのかな。街の様子を見て回ろうっつうけど、どこに行きゃいいんだよ、お嬢。下行ってみるか。まあ、気配は本当にないぞ。ん？こっちか。ん？あれは？ん？あれ生きてんの？まだ。どうやら私の勘は当たっていたようね。やっぱりまだ終わってなんかいなかった。本当に腹立たしいわ。殺しても殺しても次から次へと出てくる。どれだけ私をイラつかせれば気が済むのかしら。さっさと消えるのよ、この出来損ないの愚民が。敵がいるよ。これは普通のゾンビだろ。他愛もないわ。あの世で懺悔でもしてなさいな。さあ、そして今度こそ本当に全て終わ。あれは？何かが愚民から出てきたわ。一応拾ってみましょうか。普通のゾンビではないと思ったけど、やっぱり。なんかある？これは、大図書館の鍵？この愚民なぜこんなものを？図書館。なるほど。この愚民はあの、大図書館の役員ね。仕事帰りに襲われたのかしら。まあそんなことどうでもいいけど。しかしこんなものが手に入るなんて予想外だったわ。俺はもしかして大図書館へ行けという暗示なのかしら。そういうことだな。いいわ。やってやろう、あ、行ってやろうじゃないの。もしかしたら愚民の残党がまだ潜んでいるかもしれないしね。さあ、大図書館へ向かうわよ。残党狩りじゃ。エラオディン。愚民どもを。震えて待て、今俺が行く。
こっちだったよね、図書館ね。やっぱ教会も行けそうだよね、じゃあ。暗いわね。まあ、閉館時間は過ぎてるもの、当然よね。静かだし、愚民の気配も感じないけど、とりあえず見て回りましょうか。愚民の気配は感じない。なんだ、愚民の残党いないの？2時45分で止まってる。トイレ？あ、トイレ行けるんだ、男子トイレ。男子トイレ入れちゃうんだけど。お、ちゃんと作り込まれてるな。すごい。別にこれ個室入る意味ないと思うんだよね。多分。あんまり多分意味は持たないと思う。でもね、細かいところはね、ちゃんと作りたいのよ。俺も作ってる人間だからわかるけど。で、大抵、何もないと思う、トイレは。何もないんだな、これが。言われちったよ、何もないんだな、これが。全部にさ、これさ、ちゃんとイベントをつけてあるよ。何もないんだな、これが、つって。こっち行けるね。何これ。朝一番で出勤してきた方へ。神父様が教会の鍵を忘れてきました。急いで追いかけましたが、すでに町の外へ出て行ってしまったようです。その後、神父様に鍵を預かっていると連絡したところ、明日この町に着いたらすぐ取りに行くとおっしゃってました。教会の鍵は紛失防止のため、この置き手紙の横にある小箱の中に保管してあります。念のためパスワードは設定してあります。答えはいつものあれです。それではよろしくお願いします。館長。教会の鍵を神父が忘れるなんて、さすがは愚民といったところね。まあ仕方ないわよね。この置き手紙の内容的に、神父はこの町出身ではない、正真正銘の愚民のようだし。そんな正真正銘の愚民が鍵を忘れるなんて大失態。許されていいはずがないわ。でもその大失態のおかげで、私は鍵を手に入れることができれば、私は教会に入ることができる。教会なんかに興味はないけど、奴らを殲滅するためだもの。まだ生き残りがいる可能性を想定して動くべきよ。終わった後、安堵して腰損ねるなんてあってはならないもの。いつものあれというのが何かわからないけれど、きっと何かしらのヒントが隠されているはずよ。さ、そうと決まれば早速パスワードの答えを探しましょう。ん？何か落ちたわ。なんだ、ただの新聞ね。驚かせるんじゃないわよ。どうした？この新聞記事、この街のことが書いてあるわ。ちょっとだけ読んでみようかしら。食料廃墟の街、グラトリージェ。ここ最近、各国では食料の廃棄が深刻な問題となっている。もちろんこの国も例外ではない。そういった問題を解決すべく、国は様々な対策を講じており、その結果、少しずつ、意識し始めた企業も増えてきている。これは大変喜ばしいニュースだ。しかし、ある町の食料廃棄率が各町の3倍だという驚きのニュースが飛び込んできた。富裕層の町、グラトリージェ。食料廃棄問題解決を国が訴えたことで、各町の廃棄率が減ってきているのに対し、この町の廃棄率は依然と、これ何だったっけな。依然と、さほどか、さほど変わらないという何とも残念な結果だった。もちろん、廃棄率同様、食料消費量も各町に比べかなり高い。かなり物をよってて踏ん取り返っている住人たちの姿が嫌でも想像できてしまう。食料廃棄の町と銘打ったグラトリージェだが、暴食の町という名もこの町にはお似合いかもしれない。あなたらしい愚民ね。こんな頭の悪い記事を書くなんて。
この町の住人は確かに愚民だけど、私もここに住んでいるのよ。大下層の愚民に馬鹿にされるのだけは我慢ならないわ。この町から出たら目に物見せてやる。とっととパスワードを探すわよ。まあでも実際問題、多分お嬢はね、この町だからこそ生きていけられたと思うけどね。この町から出たら多分生きていくの難しいんじゃねえかって思うけどね。階層純文録という題名の本が置かれている。傀儡の夢という題名の本が置かれている。ロッカーロッカーロッカー西、うん、今日はいつもの親子が来館されました。多くの方が来られるこの大図書館で、お子様の方がとても大騒ぎするので困っています。他の来館者の方からも苦情が相次いでいるので、ご両親にお子様のことをご相談いたしました。ですが、ご両親は子供だから騒ぐのは当たり前だと、激高し引き入れてくれません。どうか改善策をお願いします。来館者の方からご指摘があった通り、貴重な資料である古本のページが一部切り取られていました。誰がこのようなことをしたのかは定かではありませんが、これは大問題です。どうかご対応のほどよろしくお願いいたしますと。ご近所の方から過小料をいただきました。これもゴミ拾いを日課としてきた役員たちのおかげです。たまにはいいことも報告書に記しておきます。今後も怠ることなくゴミ拾いを続けていきましょう。ゴミ拾い。小箱に大事なものをしまっていたのにパスワードを忘れてしまった役員がいたので一応ここに記しておきます。お、パスワード。館内すべての植木と花瓶両方足した数。植木と花瓶両方足した数?止まってしまった古時計の長い針が示している時間。大きな絵画に描かれている人物の人数。マジか。天井や屋根裏から聞こえました。何か生き物が、うめいているような不気味な音です。すぐお調べしたかったのですが、私一人では屋根裏を調べるのは怖くて到底できません。他の役員は皆が居座りそうだったので、後日お調べする趣向を、来館者の方に記載しました。趣旨ね。一応この報告書にも記しておきます。なるほどね。9月5日、今日の日付だわ。変な音が聞こえた。これは何か意味があるのかしら。とりあえず後で天井に向かって銃を乱射してみましょうか。すごい発想がやばい。天井に向かって、とりあえず銃を乱射しとくわ、つって。恐ろしいな、お嬢。オッケー。はい。というわけで、じゃあ今回はね、一旦ご覧で終わりにしたいと思います。ぜひともね、チャンネル登録、これからしてくれたらね、励みになりますので、よろしくお願いいたします。というわけで、次回もよかったらまた見に来てくれると嬉しいです。それでは。